全国3人の麻生財務大臣ファンの皆様、おはようございます。速稼塾の久保です。今回もですね、在位3000日を超えた麻生財務大臣の動画についてコメントをたくさんいただきましたので、そちらの方に返信をさせていただきます。それでは画面を切り替えていきますね。一緒に見ていきましょう。はい、まずは足立さんですね。いつもありがとうございます。麻生の土地建物他の資産合わせたら100兆を超えている、100億か、100億超えているという話聞きました。すごいですね。麻生さん一人で金持ちになって、あと国民をね、叩き上げているというね、とんでもない人ですね。なんか結局吸い上げた税金はこの人一人のところに集まってるんじゃないかなと思います。現代の支配者、ヒトラーかもしれませんね。で、安全男性太郎さん、3000日、じじい早く引退しろ。いや、本当に今日にでも引退していただきたいですね。スイートリーさん、国民を苦しめ、何が楽しいのか。悪く言いたくないのですが、麻生さん言ってることまともじゃないですよ。今の大変な時、財政出動しないでいるっつんですか。本当ですよ。あのね、麻生さんはね、知ってるんですよ。自分が今どんな決断すると国民のためになるのか、何をやると国民のためにならないのか、その国民のためにならないことを意識してわざとやってるんですよね。ご確認ですよ。セナさん、久保さんこんばんは。私も同じこと思ってますよ。久保さんの言ってること本当のことですよ。今すぐやめてほしい。恐ろしいやつですよ、麻生。いやー、本当にね、思いは一つですね。カオルさん、麻生さんお金貯めすぎですよ。国民に分ければ使えないでしょ。早くやめてください。6億5000万ぐらい持ってますからね、この人は。だから貯金があるのが問題だって言ってるんですよ。先日ね、家計とか企業に貯金がありすぎるって問題視してるんですよ。お前が一番貯金持ってるだろうって話ですよね。佐藤晴彦さん、麻生やめろ。本当にその通りでございます。駒さんね、もう麻生太郎の財産没収して国の財政に充てろ。本当いらない大臣やし、早くやめてほしいわ。ということで、麻生さんの財産を引っぺがしてですね、もうね、身ぐるみ剥いでほっぽり出したい気持ちでございます。次、渡辺さん、こんな悪名代官切腹して聞いてほしい。庶民的感覚を持った積極財政の新しい哲学を持った人材が出てきてほしい。最終的には財務省を解体ほしい。財務省はね、近所のなんですかね、町内会がやってもちょうどいいんじゃないですかね。財務省の皆さん、ちょっとね、あまりにもひどいと。財務省にお勤めの方をお身内に持ってるね、お父さんお母さん親戚の方、もしよろしかったら、そのご縁をね、切ってください。ぬこが大好き。本当麻生なんて誰も頼んでないですし、こんなにやるつもりないと考えていたなら、国民のためにも即刻やめてほしいですね、と。このままだと GDP はどんどん悪くなっていくでしょう。本来でしたら GDP って本当にね、1000兆円を目指すべき時期なんですよ。麻生さんのおかげで、このデフレは止まらずに、もう消費も活発にならずにですね、一部の富裕層は無駄なお金を貯めていって、そして GDP は縮小していくという形で、日本はこれからどうなってしまうんでしょうか。新助さん、ジャイアンでもここまでは極悪人ではないと。ジャイアンは映画ではいい人ですよね。はい、いつもありがとうございます。なんかね、新助さん、あれですよね、西部警察の車すごいですね。ご近所ですかね、あれ。あとね、郁美さん、デモが起きそう。はい、なかなか起こさないんですよね。私もデモを自分でやれって言われたらやらないと思いますんで、誰かやってくれないかなと思ってるところでございます。日本人の恥ですからね。やっぱ幼稚園からやり直せってことでございます。マスさん、この人雑誌のインタビューで85歳までは議員辞めないって言ってなかった。やめてくれよって感じですよね。もうね、あれですね、85歳まで生きるのも大したもんですけども、年金を損なくもらおうと思ってる、そこまでがめついのかもしれません。まあ年金をもらうのががめついっていうのはね、言い過ぎかもしれませんけどね。麻生さんに対してはちょっとがめついと言ってもいいかなと思います。太田さん、代わりの財務大臣を誰にしましょうか。ついでに副総理の位置づけも法整備しましょう。総理、副総理、各大臣というふうに、ぜひ太田さんお願いします。関係おじさんの YouTube チャンネルさん、国民を苦しめる財務大臣いりませんね。早くやめてもらいたいですね。早くやめてくれないかな。小玉さん、3000日も、何もそんな自慢話、何も嬉しくないです。麻生恥をしで、恥の3000日ですよね。そしてダメージを与え続けた3000日です。麻生さん一人のせいで日本国民の死者が増えて困窮者が増えました。どうしてくれるんだって話ですよね。松田さん、もっと若くてやる気がある人に大臣をしてほしい。3000日の間に国民の所得、資産は少なく、財務大臣を国民投票。財務省と財務大臣は、そうですね、民間から投票してほしいですね。まずは山本太郎さん。山本太郎さんいいと思いますよ、私は。佐野さん、麻生さんおっしゃいました。だって、
だって自国民の支持率は下がらないし、俺も当然のようにまた当選するし、俺は正しいことをやってるんじゃないの？日本国民の 80% は1億円ぐらい貯金がある富裕層じゃないの？だから私は日本国民の 80% の幸せを考えてるんだよ。それに表に出てるのは6億だけど本当は10倍くらいあるよ。へへへ、地獄に持っていけないとどうしよう。そうですね、確かにね、いくらお金貯めてもあの世までは持っていけないですもんね。まさかりさん、最高品質の野菜と松坂牛と一緒に五右衛門風呂に詰めて煮込んでからベジタリアンへの貢ぎ物にすべきでしょうと。食人族ってまだいるんですかね。なんかね、昔ね、人食い人種みたいな、私たちね、なんかこう怖いなと思った覚えがありますけどね。厚木え厚飽きずきれいさん、本当にこんな長期間やる気なかったというなら今すぐやめろと言いたいです。全くその通りでございますよ、本当に。コメント書いちゃおう。うん、待ってと、ちょっと待ってくださいね。まさにその通りです。ビックリマークも5個くらいつけたのか。はい、もうね、麻生さんに私たちはやられっぱなしですよ。麻生さんのおかげで日本人の幸せは確実に減りましたよ。どうしてくれるんですか、麻生さん。麻生さんは財務大臣即刻やめてください。そして弁償してください、この3000日を。迷惑ばっかりかけて、いい気になってね。もういいよ、麻生さんは。ね、もうね、同じ地上にいないでくれと。そんな声さえ聞こえてきそうな、そんな今回のコメント読みでした。それでは、いってらっしゃい。